皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は以前の動画でねお話をしたダイエットを始める前にやってほしいこと初級編に続きまして、もう一段レベルアップしたね中級編についてお話をしていきたいなと思います。まだまだね中級編とはいえ、ダイエットを始める前にやっていただきたいこと、こう生活習慣を整えるためにやっていただきたいことなので、カロリーがどうとかね、タンパク質がどうとかね、この筋トレ種目がどうとかね、有酸素運動がどうとかね、そんな話は一切出てきません。難しい話は一切出てきませんので、ダイエット未経験の方とかね、運動未経験の方、あとは自己流でねダイエットをしたけどうまく痩せられませんでしたとか、一旦は痩せたんですけどリバウンドしちゃってね、正しいダイエット方法を知りたいです、そんな方でも気軽にねご覧いただける、それでいてしっかりためになる内容になっておりますので、最後まで見ていただければと思います。では最初にね初級編の簡単なおさらいからいくんですけども、初級編ではね3つご提案させていただきました。1つ目は揚げ物をやめていただく、もう食材はもう何を食べていただいても構わないので、とにかくね唐揚げとかとんかつとかね、そういう揚げ物を頑張ってやめていただく。そして2つ目、甘いものが食べたくなった時に洋菓子とか脂質の多いアイスクリーム、こういったものはなるべくやめていただく。まあその代わりね脂質の少ない強化と呼ばれるようなねジャンルのアイスとか、まあ和菓子とかね、そういったものは全然食べていただいて構いませんので、甘いものは食べてもいいんだけども、その中でもなるべく脂質の低い種類のものにしましょうねというお話でした。そして最後3つ目は日常生活の中でなるべく動く機会を増やしましょうというお話でした。はい、これを踏まえてじゃあもう一段ねレベルアップして、もうちょっとね健康的な、あとは痩せやすい生活習慣にもう一段ですねレベルアップしていきましょうということで、今回も3つですねご紹介をさせていただきたいと思います。1つ目なんですけども、脂っこい料理を控えていただくということをねお勧めしていきます。例えば中華料理なんかは結構脂っこいものが多いなっていうのは想像しやすいかなと思います。麻婆豆腐とかね、野菜なんかも一回素揚げしてね油を通してある料理なんかも結構多かったりしますよね。まあ、特に家庭で作るものというよりは中華料理屋さんで食べるようなね、そういう中華料理なんかは全般的に油が多くなってますので、そういったものはなるべく控えていただくですとか、まあお家でね手軽に食べられる料理で油が多めの料理になると、まあ豚の角煮とか、まあ豚の生姜焼きぐらいだったらいいかな、鶏もも肉の照り焼きとかね、それぐらいだったらいいかなと思うんですけども、ハンバーグとかねラーメンも醤油とか塩系のねちょっとあっさりしたものならいいんですけども、ドロドロのね背脂めちゃくちゃ入れましたみたいな、こう豚骨醤油ラーメンとかですね、レンゲがスープに立っちゃいますぐらいの超濃厚スープとか、そういった類のラーメンはなるべく控えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。私もそういうの大好きですけどね、やっぱりカロリーが高くなってしまいますので、まあ、あとは餃子とかねチャーハンとかね、そういったものもまあ美味しいんですけど、やっぱり油が多く使われる料理ですので、そういったものはなるべく控えていただくようにしていただくと、もっともっとね痩せやすくなる、健康に近づいていくので、揚げ物に加えて、まあ揚げてはないんだけども、これはちょっと油が多いよな、そういう料理はなるべく控えていただくようにおすすめをします。そして2つ目なんですけども、まあ何かね間食で甘いものが食べたくなった時、洋菓子だけじゃなくて和菓子もやめてみませんか、アイスもねこう評価とかねそういうものをなるべく控えてみませんかという提案をさせてもらいます。まあだからといってお腹が減った時にじゃあ何も食べちゃいけないのか我慢しなきゃいけないのかということ、まあそういうわけでは決してなくて、フルーツとかねヨーグルトとかゼロカロリーのゼリーとかね、そういったものに置き換えていけるようにちょっとずつね生活習慣を変えていきましょうというふうに提案をさせていただきます。これもねやっぱりちょっとずつちょっとずつこう痩せやすい生活習慣にレベルアップさせていくというところで、和菓子もね洋菓子に比べると脂質が少なくてカロリーが低くなる
というのはね、確かにその通りなんですけども、やっぱりね、砂糖が多く使われているのでそれなりにカロリーはありますし、やっぱりね、砂糖の甘さっていうのは結構高な依存性があったりします。まあこれもね、人によって様々です。やめようと思ってすぐにやめれる方もいたりすれば、やめたくてもなかなかね、ついついこう手を伸ばして買ってしまう、食べてしまう、そういう方もいたりするので、なるべくね、そういう砂糖が多く使われている和菓子とかアイスのね、評価の中でも砂糖がね、多く使われて炭水化物が多めになっている、カロリーが高めになっているものというのはなるべく控えていただくといいんじゃないかなと思います。私がね、減量の時によくね、アイスで食べてたのはプラスチックのカップの中にね、ちっちゃいね、四角いブロックのアイスが何個も何個も入ってるんですけども、それがね、結構グレープフルーツ味だったかな、すごいね、さっぱりしてて美味しいんですよ。でもですね、これぐらいのカップですね、カップ一つでなんと15キロカロリーぐらいしかない、たったの15キロカロリーですね、というね、超低カロリーなんで、ボディービルダーが本気で減量してる時でも食べられるというね、奇跡のアイス。それもね、結構いろんなお店で売ってるんですよ。いろんなコンビニとかスーパーとか、そういうところで売ってたりするんで、まあ私はね、減量中アイスがどうしても食べたくなった時は食べたりしてたんですけども、あとは甘いお菓子なんかを食べる代わりに、季節のね、旬の果物なんかをね、食べていただくのをおすすめします。やっぱり旬の果物っていうのは非常にね、安くて甘い、美味しい、そういうものが増えてきます。で、今これを撮影しているのが10月の終わりなので、ちょうどこう柿が美味しくなってくる季節だったりとか、あとは今年採れたさつまいもですね、出てくるかなというような時期になってきました。さつまいもなんかもね、すごいダイエット向きの食材なので、それこそダイエット中のボディービルダーがおやつとしてね、さつまいも食べたりとか、炭水化物を取りたい時にね、さつまいも食べたりとかね、干し芋食べたりとかね、おやつに。実はダイエット向きの食材、かつですね、今さつまいもなんかはいろんな品種出てますよね。シルクスイートとか、ベニアズマとかですね、ナルトキントキとかですね、いろんな品種が出てて、それぞれね、味や食感もいろいろ違いますので、そういった違いを楽しみながらおやつとしてね、楽しめるようなお芋もね、すごい増えてきてます。まあもっと手軽に手に入るもので言えば、そこら辺のスーパーで売ってるヨーグルトなんかもすごい減量向きでいいと思います。まあその中でもね、脂肪ゼロのね、無脂肪のヨーグルトなんかは特におすすめなんですけども、で、そういうヨーグルトの中に果物を入れて食べるのもすごいいいと思います。そういった形で洋菓子とかね、和菓子みたいに脂質と砂糖がものすごい多く使われているようなお菓子は、中級編としてなるべく控えるようにしていただけると、よりね、痩せやすい健康な生活習慣に近づいていきます。そして3つ目なんですけども、毎日運動をしてください。もうこれはね、どんな運動でも構いません。ちょっと家の周りを散歩するでもいいですし、飼ってるワンちゃんの散歩を運動にカウントするでも構いません。あとはご自宅でできることで言えば、まあちょっとしたね、低い台をね、100円ショップとかで買ってきていただいて、踏み台昇降3分だけでもやるとかね、テレビ見ながら5分10分やるとかね、そんなものでも構いません。本当に1分でもいいので、毎日何らかの運動をしたぞって言えるような、何らかの運動をしてください。本当に簡単なものでいいです。とにかくね、毎日運動をしていくというね、習慣作りから始めていただきたいなと思います。なのでこれはまだその運動によってカロリーを消費して痩せるというものではないので、気合を入れてやる必要は全くありません。もうゴミ出しでちょっと歩いたとか、そんなものでも全然いいです。買い物で普段車で行ってたところを自転車で行きましたとか、そういうのを運動にカウントしても構わないので、とにかく毎日少しだけでも運動をしましたと言えるような運動を続ける。昨日も運動したし、今日も運動したぞ、で次の日、あ、今日も運動したぞと、すごい今週は1週間毎日運動したぞ、やろうと思えば自分やれるもんだなと、そういう小さな成功体験を積み上げていくことが、将来的なダイエットの成功のためにものすごい重要になってきますので、大事なのは毎日続けることです。なので何度も言いますけども、続けられる運動を毎日なるべく1分でも2分でもいいので頑張ってやってみてください、というのが中級編のアドバイスでございます。ということでね、3点ご紹介させていただきました。
油っこい料理をやめていただく。で、洋菓子だけでなく和菓子とかね、砂糖を多く使ってそうなアイスもやめていただくということと、毎日運動を続けていただく。この3つをね、初級編をクリアした方はね、頑張ってやっていただければ、よりね、ダイエットを始めた時に成功しやすい生活習慣が身についているかなと思いますので、ぜひぜひトライしてみてください。他にもね、何か質問したいこととかね、不安なことがあれば、いくらでもコメント欄に書き込んでいただければ、お答えをしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。